おはようございます。平山茂です。今日はですね、11月23日月曜日、勤労感謝の日のお昼12時半ですね。今日はですね、ちょっとやることが結構ありまして、一つはですね、ちょっと髪がねボサボサなんで、もう白髪も生えてますしね、ちょっと髪の毛切ろうかなと思いまして、あとですね、昨日僕先輩と飲んでたんですけど、久しぶりにね、そしたらこんなものくれまして、アップルウォッチもらったんです。すごいでしょただこれ見てわかる通り、ベルトがついてないんですね。なので今日はちょっとこのアップルウォッチ用のベルトをね、まあドン・キホーテあたりにね、ドン・キホーテに安く売ってるよって言ってたんで、じゃあドン・キホーテで買おうかなっていうことで、ちょっと買いに行ってこようかなと思ってます。ただちょっとまだ今日何もまだ食べてないんで、腹ごしらえしてそっから行こうかなと思っております。 YouTube ね、 YouTuber で有名な、まあ僕からしたらもう大先輩なんですけれども、はじめ社長が地元のね、なんか静岡を紹介するっていう動画が最近ありまして、 Google さんと一緒にやってる、その中でおすすめしてた、渾身屋っていうラーメン屋さんがあるんですけどね、そこの味噌ラーメンがすごいおすすめですと、美味しいよって言ってたんで、僕もね味噌ラーメン大好きなんで、ちょっとその渾身屋の味噌ラーメンを食べに行ってきます。いや、めちゃくちゃ天気いいな。いや、美味しかった。美味しかったな。味噌ラーメン食べましたよ。味噌ラーメン美味しかった。美味しかったですね。なんか人気の炙りチャーシューとか味玉とか全部トッピングして食べましたけども、美味しかったですね。スープもなんかもうなんか全部飲んじゃったんですね。で、全部飲んだらなんかこれくれました。まくり証明書っていうね、なんか全部汁を飲み干したらあげますよみたいな。さあ、ではですね、今から、冒頭にも説明したようにアップルウォッチのベルトをね、ベルトがないんです。ベルトをちょっと買いに、まあ、家の近くに普通にヤマダ電機あって、さっきもちょっと下見はしたんですけど、ベルト、まあ、種類はいっぱいあったんですけど、まあ、でもドン・キホーテ行くって言ったし、ドン・キホーテ行こうと思いまして、今からドン・キホーテ向かいたいと思います。というか向かっております。あと冒頭でね、もう一個髪を切るって言ってたんですけど、今日はね髪を切ることはしません。今日はラーメン食べてドン・キホーテ行くっていうね、そんな一日ですね。いやー、連休最終日ですよ。何してるんですか皆さんね。えちょっとどうしようかな。いやー、ドン・キホーテ行ったんですけれども、アップルウォッチのベルトはちょっといいのがなかったということで、ちょっとね、日頃僕が愛用してるこの車のエンジンオイルも交換しちゃおうかななんて思っておりますよ。まずじゃあイエローハット行こうかな。イエローハット行ってエンジンオイル交換しようかなね。喜ぶかなこの車。イエローハット行こう。エンジンオイル交換終了。
さあ、これから一番の目的、アップルウォッチのベルトを買いに行くぞっていうところでね、もう日が暮れてきました。もう現在時刻4時28分ぐらい。いやー、ヤマダ電機行くんだけど、ちょっと さっきね、ここのイエローハットに来る途中にちょっとね、面白そうな場所見つけちゃったんで、そこ行きます。ちょっと寄り道します。40歳独身、彼女なしの、本当に3連休最終日の何でもない一日、ご覧いただきありがとうございます。本当に何にも面白くないと思いますけれども、さあどこへ行くかはね、ちょっとお楽しみですよ。この後ちょっとね、体を動かしますよ。体を、腰の動きですね、腰の動きとこのひねりとね、うん、そういうことしに行きますけども、怪しいところではございません。11月23日勤労感謝の日、月曜日5時50分、今家に戻りました。今日お休みだったということで、私はいろいろ自分のことをいろいろやっておりました。はい、バッティングセンターでね、ベンともう1回分だけ200円で17球だけね、ワンプレーだけして、もうすぐヤマダ電機行ってゲットしてきました。アップルウォッチ用のベルト。まあそんなこんなでね、やっとアップルウォッチが使えるようになりますよとね。よし、あ、まあ今日はね、疲れました。まあこの前までの動画とかね、まあ今もこの会話も含めてそうなんですけど、全部前振りで、本当に僕が言いたいのは大丈夫だよっていうことで、大丈夫だから、うん、大丈夫ですよ、大丈夫大丈夫。今日も、ね、まあ皆さんもね、お休みだった方多いと思うんで、たくさん遊んでね、クタクタになるまで遊んで帰ってきてるんじゃないかなと思いますけれども、明日からまたね、連休終わって明日からまたお仕事という方も多いと思います。明日ですよ、明日からまた頑張りましょう。本当に頑張っていきましょうよ、大丈夫だから。うん、平和だったでしょ今日の動画、ただただ平和な動画だったでしょ。だから大丈夫、明日からも大丈夫だからね。火水木金4日間気合で乗り切りましょうよ。また気合で、結局これは大丈夫だよと言いたいがためのちょっと長い尺でしたけれども、最後にこれが言いたかったと、大丈夫だよっていうのが言いたかったっていう動画です。お付き合いありがとうございました。しっかり寝てね、しっかり寝て、また明日から、西日本ですか、あ、違う、東日本、この関東から東にかけては結構気温も下がるということなのでね、まあ気になる明日は日本シリーズもありますからね、巨人対ソフトバンク明日
第3戦ですか、どうなるか分かりませんけども、僕的にはね、あのソフトバンクっていうチームは、あのキャップ帽子見ると分かるんですけど SH って書いてあるでしょ、あれはねソフトバンクっていう意味じゃないですからね、しげる平山っていう意味なんで、分かります、しげる平山っていうね、そう僕は認識してますけど、違ったですいません。まあ明日は明日でね、楽しいことありますからね、まあお仕事ちょっと嫌だなっていう方もいらっしゃるでしょう、学校行くの嫌だなっていう方もいるでしょう、大丈夫だから、全然大丈夫、楽勝、ただ楽勝にするための方法っていうのがあります、それはもうシンプル、もう今日はね早く寝よ、早く寝よ、それが一番いい、睡眠時間をいっぱい取りましょう、睡眠時間非常にそれだけで、心も落ち着きますし、朝のリフレッシュなね感じが全く違いますから、夜勤の方のことはちょっと今考えてなかったですけども、とりあえず明日朝から仕事だ学校だっていう方はね、いっぱい寝ましょう、早めに、もう10時台には寝ちゃおう、もう10時台には、遅くてももう11時には寝ちゃいましょう、僕もそんな感じで行くん でまた明日僕ね当たり前ですけど言いますから、大丈夫だよって、明日もよかったら見てください、ではね、また明日会いましょう、平山茂でした、平山茂の平凡な休みの一日でした、ありがとうございました、ご視聴よかったらチャンネル登録お願いいたします、はい、おやすみなさい、またね、また、あ、見てる？まだ見てる？うん。何もないよ。おやすみ。おやすみなさい。